はようございます。ちょっと口紅赤すぎた。今日は13日の月曜日、2月の13日の月曜日です。昨日あったかかったっすね。でもなんか金沢駅まで行くことになっちゃって、日曜日ライブだったんですけど、ライブ前に体力を使い果たしてしまって、ちょっと元気のないライブですいませんでした。なんかね、急いでたから、もう8番食べてって言ったら、もうね、お腹いっぱいで眠くなっちゃってたんだよね。すいませんでした。はい。まあ、そんな、生活の一部になっております YouTube でございますが、今日も来たいと思います。今日は、アジロジュ番ですね。ギリギリ10度ないぐらいの天気になるっぽいんですけれども、でもまあそんなにも冷えてないし、雨もまだ来てない感じで、まあすごいどんよりとした曇り空なんですけれども、通常かなって。石川県らしい空です。はい、どんよりしておりますね。はい、こんな感じですね。まあ後ろのこの太ももにはにぴったりくっつく感じで、ふくらはぎとこうぴったり後ろがくっつく感じで、長襦袢とかを着物も着ると綺麗に前にゆとりができますので、はい、どうしても掛け合わせるので前に意識しがちなんですけど、まず後ろをぴったり揃えるとくっつける体にっていうのがポイントかと思います。日帰り入浴へ行ってたんです、金曜日。久しぶりに何にも鏡も何にも見ないで着物気分じゃなくて普通の着物着てたんです、着たんですけれども、そういう時にやっぱり前サイズだと不安なく着れますね。なんでかっていうと、この奥身を持つ位置、こう広げる位置っていうのが毎日着てると決まってるんですよね。なのでここからここの距離感があんまり変なとこで持ってると、もうそれすでにいつもの丈で着てないっていうことになるので、なんていうのかな、裾もちょっとこうやって見るぐらいでしたね。自分で感覚だけで久しぶりに着るなと思って着たんですけど、その時でこうやった時にやっぱりこの奥身のここの長さですよね。でこうやって引き上げするじゃないですか。その時にここの奥身の長さがまあ腰紐のちょい下に来るんですけど、その下加減がいつもの位置かっていう、この手の感覚ですよね。でこうやって上げた時にここがね、どれだけ腰紐から下に来てるかっていうのとかも、おあつらえだと奥身のこの長さは同じなので、だいたいこう感覚で着れるのだなという感じですね。持った時の余ってる位置の感覚でなんとなく着てるんだなっていうのを改めて姿見がないところで着て感じるという感じですかね。ただこれお風呂入って上がってもう自分の家に着くだけの着替えなので大したあれでもないんですけど、これがやっぱ出先ホテルとかで全く鏡がないっていう状態はまああんまりないんですけど、上半身しか見えないっていうことは結構あったりしますよね。最近姿見がない、ね、ついてないところもありますからね。そうなってくるとやっぱお出かけの時は綺麗に着たいっていうのがあるので、私も
鏡が一つもない古い宿に泊まった時ですね、あの手鏡しかない部屋にっていう時は、あのスーツケースにスマホを自撮り側で向けておいて、それでスマホの画面を見ながら来ました。それはだいたい着れる、うん、スマホなるべく遠くに置いて大体のシルエットが見れればいいやみたいな、そういうやり方もありますね。これからお出かけする回数増えてくる方も多いかと思うんですけれども、もしホテルでね鏡がないトラブルにありましたら、お手持ちのスマホを上手に利用されるといいかと思います。自撮り棒とか持ってらっしゃる方がいたら、結構それはその方それ使うととても便利かと思います。まあ自撮り棒なくてもなんとかしてスーツケースの上に置くとかあとはなんか窓際に置くとかしてやればなんとかなったりしますんで、鏡を置くよりもやはり広角に見えますからね、広い画角があるので、スマホの画面を使うと結構便利ですね。身支度の時におすすめでございます。はい、で今日は夏久留米を着ております。この前着たやつを洗わないでそのままかけておきました。はい、それを今着ております。この前はね、なんか家にずっといるから大丈夫かなって思ってたら、その後工場行く用事ができて、なんか雪すかしを除雪をマネージャーとちょっと一緒にして、それで暖房の効かない工場で、待っているという非常に寒い日になったというね、間違えたなこの着物っていう日になったんですけど、今日はそうではないので、はい、久留米絣の、リバーシブルの元藩さんに作ってもらった野村織物さんの帯ですね、これに久美花さんの南天ですね、はい、帯締め小桜組ですね、可愛いですよね。どっち閉めてた？こっちか。はい。金沢駅に行ったらね、久しぶりに、あ、そうそうそう、そんなことよりも、ですね、この帯なんですけど、帯の一周目なんですけど、こう、折るじゃないですか。折るじゃないですか。で、ね、手こうやって適当に合わせて、こここうやって巻くでしょ？その時にね、ここがこう、ね、ここがこうなったりとかこうなったりとかするでしょうしやすいでしょう。それね、まずここ体浮かせとくんですよね。全然パクパクの状態、パクパクの状態。それでちょっと丸めてってやったら、上を持って帯をしごく、そうすると上のシワは取れますので、これわかるかな。こういう感じです。あると帯のシワは取れますので、これね、下持ったままこれやってもあんまり効かないです。この時だけちょっと上、こっち側の手上持って、上の帯線持ってちょっとこうやると上のシワが折れ込んだりしないので安心。この時にもうだからここ綺麗に上線が綺麗になるのは、手は普通に折ったとこ持ちます。で、反対側は、あえて上線を持ちます。それで、キュッ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 。ちょっとキュッ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 。脇を締めて、キュッ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 。脇を開けてすると、こういう風になっちゃうので、脇を締めて、キュッ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 ってして、空気を抜きます。そうすると、どんな
見えないところじゃん、ここって感覚じゃん。それでもちゃんとまっすぐに折れないでなりますので、柔らかい帯とかなりやすいですよね。はい、そのなんていうのかな、ここの直し方を、そういえばそういうのって伝えた方がいいのかなとふと思った。ここもね、こうここですね、ここで裏手で押さえといて、ここはもう持ち上がらないので下線でいいんですけれども、はい、こんな感じで、ここも1回目キュッてやったんで2回目まだふわふわした状態でいいです。この時にあんまり力入れてるとこれ全然動かなくなっちゃうので、シワも取れなくなっちゃうので、まず力抜いて、で、帯締める時は必ず肩を落として脇を締めるっていうのがポイントです。肩が上がってて脇が空いてると、人のこのあばら骨っていうのは広がっているので、まず肩をこっちに落として脇を締めるっていうのが着物の着る時の姿勢として一番理にかなってる姿勢ですね。この姿勢ですね。このこうなってない、脇を締めて、はい、肩を落として肩線を動かさない、少林寺みたい、肩線を動かさない、はい、武道みたいなこと言ってますけどね、肩線を動かさないってね。でそのまんまこう入れていきます。こんな感じですね、はい、この時も肩線こうしないでやりましょう。姿見がなかったら手感覚でやればいいし、姿見があったらこの姿勢のまま姿見を見ればいいです。こっちを見なくて結構です。直接見なくて姿見見ればいいし、姿見がない時は手の感覚でやればいいし、とにかくこうすることによって、苦しい感じで帯が締められちゃうので、普通の姿勢の状態で帯つけるのが一番帯が楽なんですよ。安定するんです。なので絶対帯締めるとき下は向かない、うん、それが大事ですね。下向けば向くほどここがね、シワが寄っちゃう、うん、で、ぐちゃぐちゃになっちゃう。まずここの距離をまっすぐ伸ばすっていうのが帯とか伊達締めがシワにならないポイントですので、はい、下を向かないっていうの大事ですね。感じですね。この子もうちについてから何度も何度も着て使ってるので、もうだいぶ形が馴染んでいってしまいましたけれどね、最初はまだどこで締めるかなみたいになってたけど、もう跡がついちゃうとそんなもんですねいつも着てるとそうなりますね、はい、いつも同じ結び方ですとね、同じとこに結べばいいので、心配ないかと思います。はい、
な感じですね。はい、帯締めの結び方です。はい、まあ基本の木なんですけれども、着る時の姿勢って着終わった時のシワと直接つながっていきますので、着る時の姿勢が綺麗だと、そのまっすぐ綺麗な姿勢の状態に、着物がね、こう体を包んでくれるんですけど、その包み方ですよね。まあ、例えば曲がったきゅうりをね、まっすぐに包むのって難しいじゃないですか。それと一緒で、まっすぐなものを包むと綺麗に包めれますよね。まあ、それと同じですね。自分の体をラッピングするみたいな感じで、着物ってね、本当に単純なものなんですけれども、単純な形なんですけど、洗練されたシンプルな中に難しさがあるというか、奥深いところがあるというか、面白いもんだなと思うんですよね。その人その人の形になっていきますからね。着れば着るほど面白いです。最初やっぱりなんか馴染んでない感じはどうしてもありますよね。洋服で生きてきてるんでね、今の時代の人たちはね。でもね、着てれば着てるほど自分の形っていうものになっていきますので、ご安心なされという感じでございます。ただね、洋服と違ってウエストが細く見えるでしょうとか、そうですね、例えば洋服のすごい細見えする形にできた服とか着るよりは、細く華奢にはなかなか見えないですね。そこいうね、細く華奢に見えるところをあえて隠しているのが着物でございます。脱いでからのお楽しみですそこはね、そこを見せないのがね、日本人の変態的なところですよねまあそこはね、面白いなと思うんですけれども、なのでね、逆に本当にそうですね、ちょっとお腹だけが出てる方っていらっしゃると思うんですけど、手足は細いけど腹回りだけがちょっと肉付きがいいっていう方は、洋服着るとね、そこがポンと目立ったりするんですけど、着物だとね、結構帯でここの細さっていうのはこのままズドンとくるので、あまりわからないので細く見えますね。その着物だとすごく細く見えるねっていう体型の方は、そういう方で結構多いですね。はい、な感じですね。まあ、あとはまあそうですね、まあ人それぞれなのかもしれないですけれども、着物、まあ長くずっと着てる、普段から着てる、長く着てる方ってなんか極端にまあすごくふくよかな方っていうのはあんまりお見受けしない気がしますね。やっぱり体の冷やしちゃダメなところを温めてるからだと思うんですけれどもね、冷やすとそこを守んなきゃいけないので脂肪がつきます。なので、温めるとそこは守んなくていいっつんで、そんな無駄な脂肪はつかなくなってくるもんなんでございますよ。はい、なのでね、体温めるっていうのは大事で、ここの周りっていうのは女性は特にね、温めて損はない場所だと思うので、なんだろう、見せていい腹巻きをしているみたいな感じかな、感覚的にはずっと温めてるので体には悪いことではないでございます。あとはね、ここら辺とかがスカスカして寒いって思われる方は、インナーを上手にね、今ヒートテックのとかもありますし、レギンス、もう、いろんな素材今出てますね。長袖のシャツも私も着込んでますし、レギンスも着込んでますけど、当たり前のように中には、ワンピース入れ込んでますけれども、好きなように、中はどんどん着込んだらいいかと思います。はい、今日はこんな感じで、夏久留米、2月ですね2月なのに夏久留米を着ておりますが、はい、でも可愛いですよね。
今日は久留米がすりに久留米がすりを合わせたんですけど、いいでしょ、なかなかいいでしょ。あの織本さんの違う久留米がすりですね。はい。ですね、今日は、えりはなさんのオリジナルの手ぬぐい半襟に、もたはんさんの長襦袢、網代襦袢ですね。夏、あの木綿の襦袢でございます。はい。そして染め織こだまさんで選びました。夢二のような可愛いこのバラの柄がね、波打っててまたね、このあのポンポンじゃないところがいいですよね。こう全体的に流れがある柄っていうのは私はすごい好きなんです。背が大きく見えるから、なんていうのかな、こうすっきり見えるのですごい好きなんですけれども、はい。ベージュとグレーという感じの色合いなんですね。で、夏久留米なんでジャリジャリしててサラサラっとしてます。はい、結構スカスカしますよ。風が強い時とかは寒いと思う。で、野村さんの、久留米がすりの半幅帯は元半さんに作っていただきました。そして、久美花さんの、はい、小桜組ですね。はい、可愛いですね。この黒い、着物、あの帯の中にこうグラデーションがすごく映えますね。あの色付きのやつ、有彩色の帯よりも無彩色の帯の方がこの柔らかなグラデーションがしっかり見えるなというのを感じますね。なんかとてもあのいい帯締めしてますねみたいな感じが前面に出てますね。いい感じですね。はい、素敵ですね。なんか白抜けしてるところがまたなんかこうふっと抜けるところがあっていいですよね。で、旅が恵比寿旅さんの寝る旅、もちろんオーダーでございます。はい。で、かんざしが多分ね、中国地方チームの方にいただいた、着物交換会の時にいただいたかんざしですね。それと、高寿佐々木さんの椿の、ニットのシュシュと、ご近藤さんのおろこ節でございます。はい。じゃあここがね、ポイント強いんで、あまりポイントにないやつをしたんですけど、でもこれ桜なんですよ、実は。そう、かわいい、これからの季節の花々で、実は身にまとってるという感じで、地味なんだけど、花のある着物のコーデでございます。地味ではないかもしれない。今日はこんな感じで過ごしたいと思います。はい。そうせっかく金沢駅行くんだからっつって、まあ、行きたかったところ2箇所どうしてもあって、ちょっと時間がかかるとこだったんですよ。で、まあマネージャーは、まあ、ほっといてもぐるぐる自分の探索に歩いてくれる人なので、あのマネージャーはほっといてもいいから、まあいいやと思って、行きたい、どうせね、あの金沢駅に行く用事が昨日できてしまったので、あのせっかくならそこへ行こうと思って、フォーラスにあるロクシタンと、マリークアントの、あのお店に行ってきたという感じだったんですよね、私がね。まあ、ロクシタンは新しい香りがどんな香りか気になってたっていうのがあって、まあ、ネットでね、いつもあの LINE で来るんだけど、情報は来るんだけど、あのいつもね、あの桜の香りにプラスしたなんか新しい香りが出たみたいなのをちょっと嗅いでみたかったなっていうのもあったりとか、まあいつもの、あの通年もっと着たいハンドクリームが切れちゃったので、あの買いに行ったっていうのがあります。あのラベンダーとアーモンド2種類好きなんですよ。それを買いに行きましたね。で、マリンクワートの方は、あの知ってる方はね、全然詳しいと思うんですけれども、あの化粧品の方です。私が行きたかったところは服とかカバンじゃないです。あのパレットで組み合わせができるアイシャドウとか、あの無限にできるんですよ。で、マットタイプ、パールタイプ、メタリックタイプ、ラメタイプ
ていうのがありまして、で私はラメはダメなんですよ、痒くなっちゃうんですよ。でもパールメタリックは割にその大丈夫な、パールは特に大丈夫なんですけど、そういうのがちょっと分かんなくって、粉質も確認したかったり発色を確認したかったりっていうのもあって、ネットでは買えるんだけど、あのやっぱりショップで選びたいなっていうので、ショップへ行って、で毎回行ってみたかったんだけど、いつも若い女の子がわーってなってるから、ちょっとね着物では入りづらかったんですよね、さすがにね、さすがにねそういうのはありますよね、年齢も年齢だしね、なんか若い子をこう差し置いてねっていうのもあって、ちょっとあれだったんですけど、やっぱりあの単色あのアイシャドウを組み合わせれることができる方が、あの着物のメイクもしやすいんですよね。ちょっと着物のメイクってね、あんまり今のメイクとちょっと違う部分もあったりしますからね、あんまね、あのポイントを上まぶたに持ってくるとやぼったくなっちゃうんですよね、ちょっとね。だから目尻下とか目尻の方にあのこうポイントを持ってきたいので、ちょっと色の使い方が違うというか、それであの探してたんですけれども、まあ、その意図をよく理解してくださって、あのいいがにしてくださいました。はい、ということで新しいアイシャドウになったんですけど、案の定あの二重にかあの奥二重に隠れてるので見えないものになってます、そこら辺も見えないものになってますけど、まあそんな感じで楽しんでおりました。ということで、まあそれでね、力尽きちゃってちょっとね、いつものテンションじゃなかった、すいませんあのまあでもしょうがないかな、ちょっとまあお知らせを しなきゃいけなかったんでね。はい、えりはなさんの、イベントの方はあの定員になるまで一応募集はだらだらとかけているつもりではいますので、ぜひ、まだね4月の終わりの、しかも平日のイベントなので3月にならないと予定がわからないっていう方もいらっしゃると思うので、まあそこまではあの募集は切らないでおきたいかなとは思っているんですけれども、またあのご検討いただけたらなと思っております。はい、もうどんな色になったか私もめっちゃ気になっていまして、うん、あとはそのえりはなさんがもともと持ってるあの綿露の方のあの加賀染めが結構可愛いのがあったんですよね。そこもちょっと気になってて、今さんの色出しした色も私が見た時はお見受けしました。明るいオレンジでしたね。はい、みかんさんが好きそうっていう感じでしたけどね元気な色のありましたね。いろいろあったので、また見てみたいなっていうのはいっぱいあって、私自体も楽しみにしております。うん、で宴会場も、青山えりはなさんから歩いてすぐのところだそうなので、迷わず行けるかなと思いますので、はい、そんな感じで、楽しくできたらなと思っております。まあ、東京ね、人混みとはいえ、まあ、平日なので少しは動きやすいのではないかなと思いますので、はい、ぜひぜひでございます。はい、私も久しぶりに、まあ、3月の下旬に東京に、何年ぶりあれですね、多分友達の結婚式以来かな。うん、友達の結婚式が成田であったんですけれども、その時まあ東京少し寄ったんですけど、多分それ以来だと思うんですよね、東京行くのは。はい、なると超久しぶりでございます。はい、どんな風になるか楽しみにしております。はい、まああとはね、あの LINE でみんないつも会話してくれてる方、また着物交換会第1回着物交換会の時からずっと応援してくださってる方に久しぶりにお会いできたりっていうのもすごい楽しみにしてますし、
だから本当にね、写真を撮り忘れないようにしないといけないよね、私たちはいつも思うけどなんか会うとね、ラーってお話をね中心にしちゃうので、あの大体みんな写真撮り忘れてしまうので、あの本当に写真を撮る、あの撮る時間を作らんなダメやね口を止めて写真を撮りましょうっていう時間を作らないと、ついついおしゃべりをしてしまいます、すいません。だいだも土曜日来てくれた方もとも写真1枚しか撮ってないと思いますので、はい、あのそういう感じで、あの写真の撮り忘れには重々お気をつけくださいませあのまたはなんかこう撮りたいなと思ったら、写真撮りますって言ってくれたらみんなこっち向いたりすると思うので、そんな感じでね、あの写真の撮り忘れには気をつけながらイベントをうまいこと言ったらいいなと思っております。あの南国チームさんの時もね、写真撮り忘れないっていうの本当にこれねずっと大変です。どんどん忘れていく、どんどんもうすぐ仲良くなるから、もう親戚みたいになっていくから、どんどん普通に喋っとって、時間が経てば経つほど写真を撮り忘れる、で帰り際にあの人と撮ってないっていう風になっちゃうので、最初に撮っといた方がいいかもしれないですねそんな感じでございます。はい、着物のイベントこれからまた続くと思いますので、都合のいい時とか、あと自分が行けるタイミングの時とか見計らってね、あの参加したら、まあ普段に着物着ている方に会うの結構楽しいと思うので、みんなが近くの人とねお友達になれたら、そういうあのきっかけができる場所にもなったらいいなっていうのは、本当にそこは大事にしたいなってところがあるので、私が行くとか行かないとかだけじゃなくって、あのその後にねご自分でその東京とかにあの遊びに行く時に、その時のイベントで仲良くなった方と一緒になんかあの観光とかしたりね、そういうの試合っ子ねしたりとかっていうのもいいじゃない、なんかそういうのとかのきっかけになったらいいなと思っております。こんな感じで今日は過ごしたいと思います。はい、夏久留米でございます。あのすごく歩きやすくていいですね。軽くて、はい、寒すぎる日はちょっとやばいですね。はい、夏久留米なんで風通しいいですね。はい、な感じでございます。では今日はこんな感じで過ごしたいと思います。それでは皆様一日を。大丈夫ですよ。入ってる入ってる。撮ってるよ、撮ってるよ、撮ってるよ、こっちね、はい、担当者の方、はい、チャンネル登録はこちらよ、はい、せーの、チャンネル登録はこちら、みんなお願いします。始まった、始まった、はい、面白い。もう一個、もう一個、もう一個ね、いつも